夢王国と眠れる百人の王子様ウェブラジオナビとキエルの旅日記。まだ風が強いよ。全然止まないですね。止むことはないよ。もう今日ずっとなのかな。いやもう慣れたよ。この風にももう慣れた。ずっと風が強いのも慣れたよ。これがもう不思議の国ですよ。そうかそうか。いやね本当に本当にもうちょっと帰り道も大変ですけどね。そうね、気をつけてね。頑張って帰りましょう。帰りましょうね、電車止まってないといいな。それは厳しいな、ね、ということでですね、早速タイトルコールいきましょう、はい、ナビとキエルの旅日記不思議の国後編。改めましてこんにちは、夢王国と眠れる100人の王子様ナビ役の山下大輝です。キエル役宮崎優です。はい、この番組は現在放送中のテレビアニメ夢王国と眠れる100人の王子様を100倍楽しむためのウェブラジオでございます、時には2人で、そして時には様々な国からゲストにお越しいただき、一緒に作品についてお話ししていく旅風番組でございます。番組でございます。ということでラジオの方もですね、10回目。わあ、とうとう10いきましたね。100にまた一歩近づいたわけでございます。100に近づいたわけですね。でございます。目指しましょう100。あとかける10ございます。遠い。100回いけるんでございますでしょうか。どうなんでしょうかね。いやー、ということで前回ね、不思議の国から平川さんいただ、来ていただきましたけどね、いやいかがでしたか。平川さんとこうああいう風にお話しするのって宮崎くんって初めてだったりするんですか。あの面と向かってお話しさせていただくのはもう初めてですね。いかがでしたか。いやもうずっと緊張してますもん。確かにいつもよりもすごく緊張感があるなとはちょっと感じております。そうですね、なんかやっぱり自分がまだ声優になる前から、僕が好きな作品って割と平川さん出てること多くて。あ、そうなんですね、はい、ちょっと若干こうあの公私混同の死が入ってきちゃう部分。いやいやいや、それ出していこうよ。出していきましょうよ。ということでね、今回もね、なんと平川さん来ていただいておりますのでね、早速お呼びしたいなと思いますので始めていきたいですね。はい、この番組はですね、皆さんからのメールを募集中です。メールアドレスは夢100radio@gmail.com、 夢100radio@gmail.com です。アニメ、番組の感想、ゲストへの質問、コーナー、王子様の一声当てなど、たくさんのメールお待ちしています。はい、ということで始めていきましょう。僕たちと一緒に夢世界を旅しましょう。夢王国と眠れる百人の王子様ウェブラジオナビとキエルの旅日記。それでは本日も来ていただきましたこのゲスト王子にご登場していただきましょう。どうぞ。マトハッター王子を演じております平川大輔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そんな緊張しないで。本当に平川さん本当に素敵な。いやいや、もう温厚で。いやいやいや、ね、大丈夫です、ね、なんかそうなんです。講師の詩どんなこと。いや、どんなことあるの。あの結構こう男らしいキャラクターとかすごいこう精悍な青年とかをやられてるイメージが僕は強くて、でだからその感じのイメージだったんですけど、本人もすごいオラーみたいな感じだと思ってた。なんかこう なんて言うんですか、すごいこうなんてもうこうせ、いやせもうザ精悍っていう感じの。ちょっと言葉が足りないんですけど、ただあの収録で初めてお会いしてご挨拶させていただいた時にすごく柔らかい雰囲気の方 で僕はもう全然まだ3年目のペーペーなんですけど、なんか緊張感を感じさせないすごい柔らかさがあって、個人的にはすごくありがたい空気を出してくださるなと思いつつ。あらあら、確かに。そうそうそう、いやいやいや、ありがとうございます。初対面の時はすごい同じ感想で。そうですよね。本当にすごく柔らかい柔和な方で、すごく喋りかけやすいというか、本当喋ってもドーンってやられないだろうな。喋ってトーンってする人怖いですけどね。こめかみコーンみたいなことを絶対やんないだろうなって思ってました。わかんないよ、慣れてくるとやるかもしれないよ。嘘ですか、そんなことない。そんなことないって信じてます僕は。いやいやいや。ということで、はい、そんな平川さんと
とですね、はい、こんなコーナー行きたいと思います。はい、夢100プレイバックおいということでですね、うん、前回さらっとというかぬるっとやりましたけども、ね、はいはい、今回はですね第10話の方をね皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思います。うんうん、これでももうさ、まあね、どっちかっていうとチェシャ猫がメインちゃメインじゃね。確かにあの、うん、そうですね、そうなんですよ、姫様をちょっとかっさらっちゃった。そうだよね、うん、ということで今日のゲストはこちらの方に来ていただきました。どうもチェシャ猫役の山下大輝です。イエーイ。にゃーにゃーやっていただきたい。にゃーって あんまやったことないんだ。にゃーって猫大輝です。猫大輝です。よろしくお願いします。なるほどね、猫大輝こと猫大輝猫大輝走んなきゃ走んなきゃ走んなきゃそうなんでございますか。そうですよ、そうでした。まあね、なんかそれを追いかけていく、はい、マッドハッターとその他の王子たちっていうようなね、うん、感じでしたけれども、うん、どっちかっていうとなんだろう、そのまあ、あの姫、うん、主人公とまたアリス、はい、うん、この世界の、まあまあ確かにね、2人が、うん、まあ、他の人たちも見てたアリスをこうなんかこう混同している人と、そうなんじゃないかと信じたい人と、確かに、うん、そうでしたね、うん、でもういないと自分の中でっていう風にね、うん、なんかすごい夢、不思議の国の王子たちにとってアリスってどれだけ大きな存在だったのかっていうのがすごい分かったのが10話なのかなって思いましたね。すごくこうマッドハッターさんも口にはしないけど、心にはずっとやっぱアリスはいたのかなっていう、ね、そう、帽子のね花のところが、はいはい、実はみたいな、ね、みたいなところがあったりして ね、うん、アリスって過去に囚われてるっていうことですよね。そうね、うん、そうなんでございます。ね、いろんな形で人それぞれでそういうふうにこうなんかね囚われてるという感じでしたけど、そうそうそう、ね、意外とね、うん、そういうところってなんだろうな、人間らしいというか、ちょっとそういうなんだろうな、王子ってみんなキラキラしてるだけじゃないんだよっていう、大変なこともね、うん、あるんですよ、大変なことも、うん、大変なこともみんなあるんですよ、本当不思議の国でね、パパラパーじゃないんですよ。まあでもパパラパーって言ったらさ、あれよ、あの最後のあ、あそうだ、最後あのね、おまけパートみたいなね、おまけパート、ね、ー鬼のように喋ってんの。あのそうですよね、あのマッドハッターさんってあの僕客観的に見てると、そのゆっくり物事をね、そうそうそう、お話しする、冷静に判断しておしゃべりするみたいなところがある中で、あの尺はマジで厳しいだろってずっと思ってて、あの尺であのスピードだけどマッドハッターさん感は出してくださいって言う。そう、大変、キャラクター的に一番ね難しい、大変な、どういうこと、うん、あの真摯さとね難しいですマッドハッターさん、頑張りましたけどね、いや、はい、本当にね、オンエアでお確かめいただきたい、本当にマッドハッターさん一番こう努力してるそこだと思いますよ。もうここ肝だったかも、ここ肝でしたよね、本編がもうなんか身が入らないぐらい自分が心配だった。あのアフレコ現場もそうでしたよ、そうそうそう、みんなここになるとさ、なんか不思議な緊張感に包まれるじゃん、若干みんなピリッてこう一瞬ね、若干ね、もうそこだけみんな体育会系な感じになるんですよね、よっしゃよしやるぜよしみたいな、王子だけどもみたいな、みんななんかね心は一つみたいな感じで、そうそうそう、あそこでちょっと絆感じますよね、みんなで一気にいいね、あそこね、そうそう、あそこ誰もねこうね尺を伸ばせないから、こぼれちゃダメなんですよ、そうね、そうなんです、たっぷりやろうとすると後ろの王子さんにそうなんですよ、すっげえ迷惑かかるんで、この野郎ってやられちゃうから、うん、絶対にあの尺に収まらないからっていう意外と戦いがね、実は戦いがあるんです、繰り広げられていたんです、はい、内容ほんまかめっちゃしてるけどそうでございますよ。意外とですね、これ10話のマッドハッターさんのセリフ、僕個人的に、はい、気になるセリフがあったりするんですか、セリフなんですけど、はいはい、この一言が僕的にはこの夢100アニメの作品のテーマに対する、うん、これ多分すごく根幹をなすメッセージだと思うんですけど、過去を受け止め思い出として前に進む、そう思えばこの世界も退屈とは言えないっていう、その過去との対話とそれをどうこれから自分の中で対処していくかっていうのが、多分結構みんな各国の王子が囚われてたりすることなんですけど、
これある意味アンサー的な一言がマッドハッターの口からポロッとこぼれてるなっていうのがすごい印象的でしたね、うん、あら、はい、マッドハッターさんね、そうそうそう、大人なのよ考え方が、そうもっと出してそのもっと出してそう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 、で割とこの一言を聞いてキエルがあの自分の過去とついにああそうね、対峙するっていう決意をするきっかけになるので、ね、はい、キエル的にもこの一言はすごく大きな一言でしたね、うん、そうだよ時計奪っちゃってね、そう本当申し訳ないそうだそうだそう皆さんにはそうよあの本当よ心配したんだからいやもう本当に倒れちゃってねそうそうそう、まあまあこれからまだね、うん、キエルはねきっとねそうなんでございますよ、クライマックスが待ってますからね、そうなんです、ね、はい、過去とね対面してね対決する日が来るんじゃないかなと、うん、キエル的には大変なので、はい、はい、思いますけど、頑張っていただきたいと思います、ありがとうございます、はい、月の国はキエルを応援しております、応援しておりますはい、ということでですね、次回の夢百もぜひ、見てくださいということで、はい、以上夢百プレイバックでした、夢王国と眠れる百人の王子様ウェブラジオナビとキエルの旅日記、続いてのコーナーはこちら、王子様の一声、さあやってまいりました、はい、前回もありましたね、今週もやってまいりました、とにかく褒めてくれっていうふんどし姫の言葉が忘れられない、うん、本当衝撃的なコーナーでしたけど、そうでございます、そう思う時もあるよね、まあ、そうですね、うん、もうへこみきっちゃってる時とかね、うん、あるわかる、うん、あるある、そういう日はあるよきっと、みんなにもとにかく褒めてくれっていう、うん、さあ今週はね悩める姫がねどんなお題が振られるのかとにかく罵ってくれた新しいな新しい王子に罵られたいみたいな、それもありそうということで、ね、どんなのが来てますかね、戦々恐々としながらやっていきましょう、はい、はい、お便りが届いておりますでしょうか、僕ですか、はい、これお名前がまたすげえ名前だな、ね、社畜姫よりいただきあらまあみんな疲れてる大丈夫マジで社畜姫大変だな、そりゃそうか社畜姫はい、山下さん、宮坂さん、平川さん、ラジオいつも楽しく聞いております、ありがとうございます、夢100の世界は綺麗で楽しそうで、何かあれば夢世界に逃げ込みたいと思う毎日でございますアニメが始まってなおさらでございます、あ王子の一声のコーナーのテーマをお送りさせていただきます、細かいのですが、もしもシリーズ風にもしも王子たちが会社の同僚だったらというテーマで、深夜残業をしている疲れ切った私に会社の同僚風に元気の出る一言が欲しいなって思っております、おっと、おなるほど、はあ、もしもシリーズ風ってことは、あの超速でやらなきゃいけないってこと、超速ってどういうこと超速で超難しいじゃないですかそれはやめてくださいね、本当にあの、ま、マッドハッターさん無理ですから、ね、無理ですからね、しかも難しいこと言うから、マッドハッターさんそうそうそう無理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 、まあ例えば、まあ会社の同僚を、うん、でもいいですし、例えば上司、うん、とかでもいいですし、また部下でもいいのかな、あ、そう、部下もありだね、そうですよ、うん、王子が王子のまま言うんじゃなくて、王子がもう会社員になってってことですね、そういうこと、そういうこと、上司とかね、そういうこと、一緒に働いててってこと、うん、ですよね、そうですか、そうですかって、もしも王子が会社の同僚だったら、上司部下など設定はお任せって書いてあるもんね、もしも王子たちが会社で一緒に働いていたら、うんうん、深夜残業、深夜残業ですね、もうじゃあもう目にクマとかね作りながらね、きっとね、あらあら、パーソナルコンピューターの前に座って、正式名称で言ったカタ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 やってる、やってるんだね、あ、目をこすりながらねやっていたりする、そんなね、はいはい、社畜姫さんにじゃあ私から、お、はい、いきますか、させていただこうかと、ではではでは、はい、いいですか、それではキエル王子の一声まで3、2、1、どうぞ。姫ちゃん、あのさ、もう終わったんだけど、俺仕事まだ、一緒に帰んない、でも美味しいご飯屋さん見つけた、あ、あーそっか、仕事まだ残ってんだね、あ、ちょっと待ってて、兄貴、なんかね、姫ちゃんが仕事残ってるんだって、兄貴よかったらやってってくんだね。いや、いいじゃんいいじゃん、切ってやるとか言わないでさ、でお願いお願い、兄貴今度なんかおごるからさ、おお、本当ありがとう、じゃあ
よろしくね。じゃあ姫ちゃん、一緒にご飯食べに行こう。これは素晴らしいぞ素晴らしい。ちゃんとアニメのあもう一人人物が出てくるっていうストーリー性があって本当素敵でした。まあ、いやいい今のこれはこれ嬉しいんじゃない。すずだよね。これすずさんですね。すずさんを呼んですずさんに仕事を押し付け僕らは僕らというかケール王子たちは近くのご飯屋さんに行くわけですよ。すずさんって言っちゃうと僕は失礼働いてるケールがアビーですよね。アビーはそうそうそうアビーね。ヒヤッとした、ヒヤッとした。そっかそっか、はい、なるほど。素晴らしいストーリーがあってあらあら、ね、素敵でした。ということで、はい、続きまして、はい、平川さん。ああ僕ですか。はいはい、にお願いしてもわかりました。よろしいでしょうか。はい、大丈夫ですか。はい、では宮崎君から、はい、それではマッドハッターの一声まで3、2、1どうぞ。おやまだいらっしゃったんですか社畜姫さんやれやれお疲れのようですね。では私が最高の紅茶をお入れしましょう。しばしおやすみなさい。素晴らしい。いやー素晴らしい。これはねすごいな。目も覚めます。なるほどな。このお紅茶によってね。うまい。紅茶ね、カフェインもあれ入ってますから。そう、カフェインも入ってるし、もうギーンって目ギーンってね、きっと仕事に合うお紅茶なんでございますよ、ね、素晴らしいですわよ本当に、はい、いやー、ね、最高。マッドハッターさんこう簡単的でパーンって決めるそうマッドハッター感いいですね、うん、素晴らしい。いやいや、どうですか、はい、ということで皆様からのメール、どしどしお待ちしています。以上王子様の一声でした。夢王国と眠れる百人の王子様ウェブラジオナビとキエルの旅日記。ということで本当あっという間でございます。エンディングでございます。はい、2回連続続けてね、来ていただきました、はいはい、平川さん本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。探せしました。またぜひぜひ、ね、遊びに来ていただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでここで夢100からのお知らせでございます、はい、テレビアニメ夢王国と眠れる100人の王子様は東京 MX 他にて毎週木曜日24時から放送中でございます。キャストイベントへの優先券や、豪華特典満載のブルーレイ &DVD 第1巻は9月28日に発売決定でございます。現在予約受付中ですよ。はい、そして僕キエル役宮崎優とアビー役鈴村健一さんが歌うエンディングテーマシークレットドリームズが8月29日に発売しました。ぜひ皆さん聞いてみてください、はい、また現在公式サイトではテレビアニメ放送と連動してあなただけのエピローグが楽しめるスペシャルエピローグも公開中。現在10話のエピローグに参加することができるので公式サイトをチェックしてみてください。マッドハッター王子が登場しています。出てます。出ておりますぜひぜひ、はい、ください。お願いします。さあそして9月の15日から全国のアニメイトにてフェアが開催されます、うん、期間中に夢王国と眠れる100人の王子様関連商品をお買い上げいただくと特典がもらえますよ、うん、ぜひチェックしてみてくださいね。お願いします、うん、そして次回はゲストおついに、うん、騎士の国アルストリアのアビー王子を演じております、はい、鈴村健一さんが来てくださいます。ついに仕事を代わってくれに来てくれる仕事を代わりに残業してくださ残業してくれ残業してくださるアビオンさん。いや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 ということでね来てくださいますので、はい、番組宛てのメールたくさんお待ちしておりますよ。はい、番組のメールアドレスは夢100radio@gmail.com 夢100radio@gmail.com です。アニメ番組の感想ゲストへの質問コーナー宛てなどこちらのアドレスへお送りください。よろしくお願いいたします、うん、ということでここまでのお相手はナビ役の山下大輝とキエル役の宮崎優とそして本日のゲストのマッドハッター役の平川大輔でした。バイバーイ。